聞いてくれ、クロネ。うるさい。まだ思い出していないようだな、お前の卑劣な行為を。やはりな。なんだ。いくつもの鎌を共鳴させて結界を作っていやがる。これが邪悪な幻覚を生み出すんだろう。それじゃクラマさんは騙されて。さあ、お前の醜い過去を償え。俺は。どうしたクラマ、また自分の命かわいさに俺を殺そうとするか。いや、違う。あの時クロネはペンダントこの鎌でお前の醜い心を洗い清めてやる。何？よせクロネ、俺にかまわす。逃げろクラマー、とどめだ。醜い心で腐っているのはお前の方だ。お前は俺の友クロヌエではない。正体見せろ。俺の技をどうやって。気づいてたさ、クロヌエはこれをどんな時も肌身離さず持っていた。それを投げ捨てるはずがない。それにあいつはどんなことがあっても敵を背中から襲う真似はしない男だ。ぐやーい。クロネは自分の命を懸けて俺に逃げろと言ってくれた。お前はそんなクロネと俺の友情をねじ曲げたんだ。はあ。うわー。なんだ。